日、市長は病気療養のため欠席となります。それでは報告となりましたので、令和4年度11月の定例記者会見を始めさせていただきます。まずはじめに秋元副市長よりご挨拶申し上げます。改めまして、こんにちは。11月も半ば過ぎまして、朝晩の冷え込みが厳しくなってまいりました。こちらの方をしていただけたらと思っております。本日ですけれども、令和4年度第1回新宿市議会定例会が11月30日に開会予定となっております。私の方からは牛久市独自の支援策となります補正予算案の内容をまず持ってお知らせしたいと思っております。電力の高騰価格によります負担増を踏まえまして、住宅用 LED 照明等の買い替え費用を助成いたします。財源といたしましては、新型コロナウイルス感染症対応調創性臨時交付金を活用し、 LED 照明等の設置購入に使用できるクーポン券を1世帯当たり2万円、1万世帯を上限として交付するための補正予算案を計上いたします。そしてこの後ですけれども、説明は込みますけれども、日立のリフレビル2階に新たに市民窓口を開設いたします。2階にはフリースペース、3階に有料の使いスペースを設けて市民サービスの向上を図っていきたいと思っております。と、本日の行事等のお知らせですけれども、12月3日土曜日ですけれども、牛久駅周辺で始まる第17回となりますウィーン&ビル牛久イルミネーションのお知らせとなっております。今回は牛久市らしさをより表現したイルミネーションとなると伺っていますので、とても楽しみにしているところです。先週ですけれども、日立の宿駅西口で点灯式がありまして、同じく駅周辺がきれいな機械で営業を取られておりますので、こちらもぜひご覧になってみていただきたいと思います。で、最後になりますけれども、シアスも近づき、忘年会やクリスマスの人の集まり機会が大きく多くなる時期ですけれども、県内でも新型コロナの感染者数が増えてきています。感染リスクが高まる行動にご利用いただきまして、感染予防対策の徹底をお願いしたいと思います。以上となります。それでは手元の概要に従いまして進めさせていただきます。1、会見項目1つ目、令和4年第4回市議会定例会議案につきまして、総務部長飯野よりご説明申し上げます。はい、お世話になります総務部員のです。お友達に配布をさせていただきました議案書の議案番号順に従いまして、令和4年第4回牛久市議会定例会に提出する議案、についてご説明を申し上げたいと思います。今回の予定する議案は、条例の制定、改正、補正予算など全部で19件であります。それでは議案番号順に従いましてご説明を申し上げます。まず議案第47号は、牛久市役所市庁所設置条例についてです。本件につきましては、市民の利便性の向上を図るため、新たに日立のリフレプラザに市民窓口を設置するため、本条例に日立のリフレプラザ市民窓口を規定するものです。続きまして議案第48号は、牛久市日立のリフレプラザの設置及び管理に関する条例についてです。本件は、日立のリフレプラザに設置いたしますフリースペース、有料のスカイスペースを多くの市民の皆様にご利用いただくため、日立のリフレプラザの管理等につきまして定めるものです。合わせて、これまでのリフレプラザの設置及び管理に関する条例を廃止するものです。続きまして、議案第49号は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例についてです。本件は、地方公務員法の一部改正を踏まえまして、職員の定年を段階的に65歳に引き上げるとともに、管理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制を導入するほか、規定の改正及び規定の整備を行うものです。議案第50号は、牛久市ブート設置条例の一部を改正する条例についてです。本件は、デジタルトランスフォーメーション DX 施策の具体的な方向性を示し、全庁的な展開を図る必要性があることから、県市民部デジタル推進課を政策及び計画の総括部門であります経営企画部への所管配置に改めるものです。
続きまして議案第51号は牛久市特別職の職員で常勤の者の給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例についてです。本件は人事院勧告に基づき一般職の勤務手当の改正に伴い特別職についても12月期の期末手当の支給月月数を 0.05 月引き上げるものになります。また令和5年4月より6月期12月期の支給月数を改正するものになります。続きまして議案第52号は牛久市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてです。本件は人事院勧告に基づきまして市職員の給与等を改正するものでありまして令和4年4月に遡って若年層の給料月額を平均 0.3% 引き上げるものです。また勤勉手当について支給月数を一般職員につきましては 0.1 月、再任用につきましては 0.05 月引き上げるものになります。議案第53号は牛久市財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例についてです。本件は条例で定める文言及び引用条項を整理するため改正するものとなります。続きまして議案第54号になります。54号は牛久市一律保育園設置条例の一部を改正する条例についてです。本件は牛久市公立保育園再編計画に基づきまして令和5年3月31日をもって向井原保育園を閉園するため改正するものとなります。議案第55号は牛久市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてです。本件は国民健康保険の円滑な運営のため国民健康保険支払い準備基金の取り崩しに関しましてその明確を図るため所要の改正を行うものです。議案第56号は令和4年度牛久市一般会計補正予算第7号になります。今回の補正は規定の予算額に2億2000万円を追加しまして予算の総額を306億5540万8000円とするもので歳入歳出予算について補正するものとなります。今回の補正では電力の価格高騰によります負担増を踏まえまして1世帯当たり2万円、1万世帯分を上限に LED 照明等の設置購入に使用できるクーポン券事業への委託料および事務費を計上するものとなります。歳入につきましては新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金および財政調整基金からの繰り入れで対応します。議案第57号は令和4年度牛久市一般会計補正予算第8号になります。今回の補正は規定の予算額に11億8862万5000円を追加し予算の総額を318億4403万3000円とするもので歳入歳出予算歳入負担行為及び地方債について補正するものとなります。主な補正内容は前回9月の第3回定例会でも増額補正させていただきました原油価格物価高騰に伴う公共施設の光熱水費につきまして年度末までに不足が見込まれる施設等の電気料などの補正計上また民間保育園運営支援など民生費の各事業におきまして前年度の事業生産に伴う国庫返還金の計上さらに農業資材の価格高騰に伴う各事業の補助金の増額計上、およびふるさと基金への積立金また地裁の繰り上げ償還等が主な補正内容となります。議案第58号は令和4年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号となります。今回の補正は規定の予算額に983万8000円を追加しまして予算の総額を78億60万9000円とするもので歳入歳出予算債務負担行為について補正するものとなります。歳出は国民健康保険支払い準備基金積立金の増額歳入は第三者行為等に伴う納付金の増額が主な補正となります。議案第58号は令和4年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算第2号となります。今回の補正は規定の予算額から5550万円を減額し予算の総額を61億9778万3000円とするもので歳入歳出予算債務負担行為について補正するものとなります。今年度これまでの介護給付費の実績を踏まえまして今後年度末までの決算見込み額から各事業の過不足を補正するものとなります。
議案第60号は令和4年度牛久後期高齢者医療事業特別会計補正予算第2号です。今回の補正は規定の予算額に2537万円を追加しまして、予算の総額を23億6613万3000円とするもので、歳入歳出予算について補正するものとなります。歳出は令和3年度の事業費確定に伴う広域連合負担金の総額が主な歳出の主な補正となりまして、歳入は一般会計繰入金で対応します。議案第61号は令和4年度牛久市下水道事業会計補正予算第2号となります。補正内容は下水道事業収益におきまして、一般会計からの補助金の増額等により補正元額を19億1000トンで60万9000円とするものです。また下水道事業費用については、原油価格物価高騰に伴う電気料不足見込み額の増額等により補正元額を16億529万3000円とするものです。議案第62号は牛久市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定の取り消しについてになります。今まで日立の牛久郵便局で取り扱っていた住民票発行等の事務をリフレプラザ市民窓口で取り扱うため、今年度末をもって指定を取り消すものとなります。議案第63号は龍ヶ崎地方衛生組合の解散についてです。3組合の統合を受けまして、龍ヶ崎地方人海処理組合および龍ヶ崎地方衛生組合を解散し、稲敷地方広域市町村圏事務組合に統合するため、牛久市が構成となっている龍ヶ崎地方衛生組合について解散を承認するため、議会の議決を求めるものです。議案第64号は龍ヶ崎地方衛生組合の解散に伴う財産処分についてです。衛生組合の解散に伴いまして、当該組合の財産をすべて稲敷地方広域市町村圏事務組合に帰属させるため、構成市町村であります牛久市議会の議決を求めるものです。議案第65号は稲敷地方広域市町村圏事務組合規約の変更についてです。組合の統合によりまして、稲敷地方広域市町村圏事務組合の構成市町村の追加並びに共同処理する事務の追加、認定数の改正等を行うため、構成市町村であります牛久市議会の議決を求めるものです。以上、第4回定例会に条定の議案についてご説明をさせていただきました。よろしくお願いを申し上げます。以上です。会見項目の2つ目、日立のリフレビュー市民窓口の開設についてにつきまして、総務部長飯野よりご説明申し上げます。はい、議案の方でも先ほどの議案の方でも条例等の改正で説明をさせていただきましたが、日立のリフレビュー市民窓口の開設につきまして、担当犯罪科学長の小林からご説明をさせていただきます。犯罪課の小林でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私の方から、にですね、日立のリフレビル市民窓口の開設についてご説明いたします。先月10月の26日に、お知らせした内容の詳細になります。資料の方をご覧いただきたいと思います。日立のリフレビル市民窓口の開設について、まず施設等の名称でございます。現在のビルの名称は日立のリフレビルでございます。2階の新設課は、リフレ市民窓口課、2階がフリースペース、そして3階のスカイスペース、3階につきましては有料で開放いたします。そして、6階のテナントでございますが、現在市内業者の方 と、消防法等の手続きですね、関係機関との協議を進めているところでございます。続きまして、議案47号に関連をいたしますが、窓口の主管課となりますリフレ市民窓口課でございます。窓口の開設予定日は令和5年2月の1日、
職員数は10名程度を想定しております。来月12月の1日に窓口課の準備室立ち上げを予定しております。ここで訂正させていただきます。開設曜日と記載しておりますが、業務の曜日で訂正をお願いいたします。業務曜日と時間ですが、これは本庁舎の総合窓口課と同じでございます。平日および土日、朝の8時30分から17時15分、午後5時15分まででございます。取り扱いの業務ですが、1番、住所の移動、並びにその移動関連業務、戸籍の届け出でございます。2つ目としまして、各種諸証明の発行と、今まで、リフレビルの1階管理人室で対応していた図書の貸し出し返却、こちらは窓口課の方で対応いたします。そして3番目、お客様の問い合わせ内容により、本庁舎とのライブオンにより対応いたします。こちらにつきましては、5階に教育委員会の事務室が移転いたしますので、本庁舎に来庁された方々、教育委員会関連の、お問い合わせもございますので、そういった方々にもライブオンで対応する、そのための内容でございます。次に、議案48号に関連いたしますが、フリースペース、スカイスペースでございます。まずフリースペースです。これは従前引き続き設置する内容でございます。最大利用数としては30名程度を想定しまして、今まで通りに机、椅子を配置いたします。使用時間は朝の8時30分から21時、午後の9時まででございます。エリアの管理としましては、窓口課であるリフレ市民窓口課の方で管理いたします。スカイスペースの方ですが、最大の利用数としましては7名でございます。使用時間は朝の9時から21時、夜の9時まででございます。エリア管理はフリースペースと同様、リフレ市民窓口課でございます。いろいろと先ほどご説明をしましたが、使用料、18歳に達する日以降、最初の3月31日までの間にあるものが50円1時間です。でそれ以外の方ですは、100円と料金の方を設定しております。と駐車場ですが、リフレビルの前に駐車場がございます。全部で139台止められる駐車場でございますが、一般利用者、これは郵便局、保育園、4階の会議室の利用の方々に76台、そして、テナント入居者など、対象とした定期利用として63台でございます。そしてリフレ市民窓口課職員、あとは5階の教育委員会の職員に、60台ですが、近隣の民間駐車場を、予定しておりまして、現在管理会社と、調整中でございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。続きまして、議の行事等のお知らせ情報に移ります。お知らせ情報の一つ目、第17回フリー&ビル取得について引き続きまして、商工観光課上野よりご説明申し上げます。商工観光課の上野と申します。よろしくお願いいたします。本日は第17回ブリアントビル牛久、および検討資金について、ご案内させていただきます。失礼しました。今年のブリアントビル牛久は、12月3日土曜日17時から3年ぶりに現地で検討式を行います。検討式に合わせて16時半から牛久市商工会青年部武道園通り商店会による特別企画厚感横丁出店ですねを開催いたします。また例年大好評の武道園通り商店会によるとてつもない大抽選会も牛久駅東口にて実施予定でおり、総額20万円分の商品が当たる可能性を秘めた抽選引換券は12月1日木曜日から武道園通り商店会加盟店でのお買い物の際に配布いたします。大抽選会は1月14日土曜日の16時半からです。なお
抽選引換券と当日の抽選券の引換時間は15時から16時となりますのでご注意ください。今年のイルミネーションは例年と趣を変えて、牛久らしさをより表現したものとするべく牛久シャトーのぶどう棚をイメージしたイルミネーションを、ロダリーバス停の屋根部分に配しました。令和4年12月3日土曜日から令和5年2月12日日曜日まで毎日16時から翌1時まで点灯しております。お近くにお越しの際はぜひお楽しみください。以上です。よろしくお願いいたします。